え、今日フィンの練習あるん？うわー、俺靴下忘れた。第5位は靴下を履く人がいるです。これはありますね。フィンの練習ってね、そのフィン履いてこのまあ何十分もずっとフィンでキックしてると、この靴ズレと同じようにフィンズレが起こるんですよね。うん、かかとのね部分が擦れて赤くなってもう血出るんですよ。はい、なんでフィンの、選手、フィンを履く時の選手は靴下を自分で用意して、このかかとの部分を靴下でこう埋めて、このかかとが擦れないようにするんですよ。する選手もいるんですよ。僕はやったことなかったけど、まあフィンズレ起こる選手っていうのは靴下を履いて練習してましたね。なんかね、その光景ってめっちゃ異常なんですよね。なんか靴下を履いてからフィンを履いてるやつ見たら、なんか違和感を感じます。すごい、なんか水中で靴下って何ってなるんですけど、あとまあその靴下濡れて気持ち悪いし、あとなんか女子はなんかめちゃくちゃ可愛い靴下持ってきてるし、なんかあのハンギョドンの靴下とか持ってきて履いてるやついたし、うん、なんか面白かったね。最近のフィンはあんまないのかな、うん、昔のあのフィンズレが起こるタイプのフィンはそういう人が多かったですね。え、お前のフィン何それ？なんかお前のフィン長くない？第4位はいろんな種類のフィンがあるですね。うん、これはねほんまに皆さん嬉しいことよ。昔のフィンって、僕らの時代のフィンって、僕らの小学校中学校ぐらいのフィンってこういうタイプのフィンしかなかったんですよ。こういう長いオレンジのこのフィン多分今もあると思うんですけど、このフィンがフィンズレを起こすタイプのフィンです。はい、これはその結構長いし重いし持っていくの大変なんですよ。まあ、合宿の会場とかにこう持っていくんですけど、持っていくの大変なんですよ。このフィンはね非常にあのまあいわゆるフィンなんですよね。ただもう一個の種類はこういうね短いタイプのフィンもあるんですけど、このフィンはねフィンズレをあまり起こしにくいタイプです。うん、かつ別に長いフィンとこの短いフィンでそこまでその進む距離に差が出ないんですよね。これ不思議なんですけど、長い方がいっぱい進みそうやけどそうでもない、この短いやつでもそこそこ長いやつと変わらんぐらいの、スピード出るっていうね。このフィンが最近は主流かな。うん、あの長いタイプのフィンは最近見ないね。このタイプのフィン、この短いタイプのフィンを最近よく履いて練習するよっていう人が多いんで、長いタイプのフィンは結構古いものなのかな。はい、今からフィンの練習します。やったー、フィンの練習やー。第3位はフィンの練習は全員好きですね。これそうだよね。今からじゃあフィン履いてって言われたら、コーチに言われたらって人いないですよね。全員大体よっしゃフィンの練習やーって喜びますよね。フィンの練習嫌いってやつマジ見たことないよ俺。うん、大体みんなフィン履いて練習するよって言ったら嬉しがるもんなんですけど、フィンってねやっぱね、なんでいいかというとめちゃくちゃきついってことがそこまでないんだよね。うん、きついけどきつくなることあるけど、基本的にこのめっちゃ進むし速いし、いつもより早く泳げちゃうし、その気持ち的に楽やし、もうなんかフィンの練習履いてめっちゃきつい練習ってしたことないねんな俺。そのなんかマジでしんどってなるような、なんかフィンの練習できつい練習あります？皆さんなんかあったら教えてほしいですけど、僕のところはねフィン履いてめっちゃきつい練習ってのはあんましなかったですね。まあドリルが多かったかな、フィン履いてドリルとかが多かったからかな。うん、だから多分きつくなかったと思うんだけど、まあにしてもフィンっていうのはほんまに楽しい練習なんで皆さん嬉しいですよね。うっしゃ、俺の勝ち。いや俺キック遅いけどフィン早いね。第2位はキックは遅いけどフィンになると早いですね。これは僕だね。うん、ボードキックとかさのキックはそんなに速くないんだ、まあてか遅いんだよ。うん、ボードキックとか遅いんだよ。ただフィン履いてのキックになるとそこまで遅くならないっていう、あれなんなんすかね。ドルフィンキックも別に速くないんですよ。水中ドルフィンキックも全然速くないんやけど、フィン履いて水中ドルフィンキックになると全然速く泳げるっていうね。なんなんかなあれ、なんか何の違いあれ。フィン履いたら俺速くなるんですけど、だいぶその
ほんまに、フィン、普通のボードキックとかドルフィンキックが速いやつと、同じぐらいの速度でいけちゃう。フィン吐くと。うん。そういうやつら、キック速いやつらのフィンと、キック遅いやつの俺のフィンの速度があんま変わらんっていう。どういう理屈なんかね、あれ。気になるわ。俺、なんかキック遅いのにフィンになると速いですよね。明日から合宿か。フィン持っていくめんどくさいな。番外編は持っていくとき邪魔ですね。うん。フィンってね、この2足あるじゃないですか。で、この長いやつにしろ、ちっちゃいやつにしろ、フィンって2足あると重いんですよ、結構。重い。から、合宿にね、こうなんか持っていきますみたいな。合宿なんで明日はスイミングスクールに置かずに、フィンとか荷物全部持って、合宿場に行きますなるときに結構フィン重いんですよね。てかフィンが一番重いよね、多分。ただ持っていくのってパドルとプルブイとシュノーケルとまあフィンやと思うんだけど、フィンがダントツで重いよね。うん。だから結構邪魔。うん。長いフィンになってくると長さもあるし邪魔、余計邪魔。うん。短いやつもね、まあ、そこそこ短いって言っても結構でかいからね。結局そのパドル、プルブイ、シュノーケルよりも一番でかいからさ、フィンが。邪魔なんだよ。うん。だからなんか、うん、なんかフィンをさ、こうなんかやっぱ置いときたいよね。どっか置いとかれへんのかな。持っていくのめっちゃめんどくさいもんね。もう、フィン入った後やから、足スカスカや。第1位は、フィンを吐いた後は、普通のキックをするとき、足スカスカですね。これはあるんだよね。こう、フィンのさ、練習で、結構、バチバチにフィンのキックで追い込んだ後に、はい、じゃあフィン脱いで、今から普通のキックしますって言ったら、キックがさ、スカスカってなるんだよね。スカるんだよね。あれはまあ、しょうがないんだよ。このなんか、しょうがない。この、フィンがめちゃくちゃ水引っかかるから、その感覚のまま普通のキックしちゃうと、スカってこうなってる気がするんだよ。うん、気がする。でもあれは気がするだけであって、別にいつもと変わらへんよ、速度は。別にいつもと同じぐらい水蹴れてるからいいんだけど、こう水スカスカになるね、あの感覚が嫌だって人いるよね。うん。僕はね、もう慣れましたけど、あの感覚に関しては。フィン吐いた後のあのスカスカ感。あれのせいでこうなんか、水蹴れてへん感じがして、なんかタイムも落ちちゃいますっていう人も結構いるよね。はい、今回以上です。フィンの練習はね、皆さん好きやと思うんですけど、まあ、フィンの練習してる人もね、こういうあるあるがあると思います。今回以上になります。じゃあ。